ピンポン。今日はバレンタインです。全然違いますけど。お前ら可愛い女の子からチョコもらいたいか。おう、聞けてね。というわけで、あかりちゃんからチョコをもらうという妄想を漫画にしてみました。何してんのお前。は、チョコ。おい、やめろ。いや、用意してないけど。おい。今、あかりちゃんが照れながら文鎮を渡したいところなのに。これ文鎮かよ。そんなオチがあるとは思わなかったよ。ごめんね。本来だったら、これを渡した後に、このコマがキリリビチに。え、雑って構えのコマと作画の落差ありすぎだろ。このコマの間に何があったんだよ。私の、モチベーションの、低下。お前の気分を作品に持ち込むな。うん、やっぱり文鎮オチでは満足いきませんでしたか。満足とかそういう問題じゃねえんだよ。ではちょっとストーリーを変えて。嫌な予感しかしねえ。ではいきます。は、学校がテロリストに占拠された。待て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 。え、どういうこと。まあまあ大丈夫大丈夫。大どんでん返しやりますから。不安しかねえよ。改めまして、は、学校がテロリストに占拠された。うん、怖いんだ。たっさ、仕方ないな。はい、これ起爆装置。じゃあ犯人こいつだろうな。でも怖いんだって聞いて相手の様子を伺う感じは可愛くないですか。こいつを犯人として見た場合、そこ知れぬサイコパス感が我が身を襲ったよ。じゃあさらに方向性を変えて。はっ、具合悪い。残念でした。どんなこと言っても優しくしてあげません。もうしょうがないな。はい、これ。ストッパヘリドネ。ロマンティックもクソもねえ。やだな。むしろクソはあったんですよ。汚ねえワードの拾い方をするんじゃねえ女子。ではオチもついたところで、ラストはあかりちゃん。この漫画にアテレコお願いします。は、はい、行きますよ。せんのこちょ、待てておい。え、は、チョコ。いや、用意してないけど。嘘。はい、ギリだけど、一応な、ありがとうございます。お前ら、うるせえ。本日の動画で今年最後となります。皆様今年も一年ありがとうございました。年の最後の動画がバレンタインってどういうことやねん。ネタがねえから前借り。てめえふざけんな。皆様良いお年を。